次に井上秀隆君。日本維新の会の井上秀隆でございます。私は日本維新の会国会議員団を代表し、ただいま議題となりました海賊多発地海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案について質問させていただきます。私どもは海上の安全な運航は国民生活や日本経済を維持する上で極めて大切なこと、また海の平和と海運産業の現場で働く方々の安全を心から願うという基本認識に立脚していることをまず最初に明確に申し上げておきます。この法案は海賊行為を行う犯罪者集団から日本の船舶を守り犯罪を抑止するためであります。日本船籍内は当然日本国内という扱いになるわけですから、国内法に準拠した海賊行為の取り締まり摘発が行われることと認識しております。小銃を所持した民間人を乗船させて威嚇させるという警備手法だけではなく、逮捕、取り調べ、公判という手続きに従い、その犯罪人を更生させ、犯罪者集団を壊滅させることが本来の犯罪防止であり、本当の海賊行為の対処であり、あります。この法案を遂行するにあたっても、謙虚に勝る防犯なしという事件捜査、犯罪撲滅の基本に立脚すべきと我々は考えます。海賊という犯罪を撲滅させ、海の平和を獲得するために我々は何をすべきかという観点から順次質問を行っていきますので、関係閣僚からの具体的かつ明瞭明確な答弁をお願いいたします。まず、海賊行為とはどのような犯罪行為なのか、海賊行為の定義を太田国土交通大臣にお伺いいたします。次に、ソマリア海域での海賊行為の実態についてお伺いいたします。当該海域で一体どれくらいの海賊行為が発生しているのでしょうか。過去10年間の発生件数を明らかにしてください。日本船籍が被害に遭った件数は何件、被害人数は何人、どのような人たちがどのような目的で犯罪者集団を組織しているのか、海賊行為に使用される船舶の大きさと性能、実態行為、武器の内容や数等であります。こうした犯罪の発生件数、実態等は当局がきちんと把握された上での法案提出と思いますので、太田大臣のご答弁をお願い申し上げます。犯罪行為は当該国の責任で取り締まり、摘発し、海の安全航行を保障する義務があるはずです。当該国、地域で平和で民主的な社会を確立することこそ、犯罪の抑止、撲滅の最大の対策であります。なぜ当該国ソマリアで海賊行為の摘発、防止、撲滅ができないのか、ソマリア当局の治安情勢、取り締まり状況はどうなっているのか、我が国はソマリア政府に対していかなる働きかけ、海賊撲滅のための支援、外交努力、協力を要請しているのか、岸田外務大臣にお尋ねいたします。ソマリア海域での海賊への対処は従前から大きな課題となり、日本船主協会はじめ関係者から警備取り締まりの要望がおととし提出されていると思います。法案提出がなぜ今国会になったのかについて太田大臣にお伺いいたします。東南アジア海域においても海賊は多発しています。2000年は242件でしたが、2008年には54件に減少しました。我が国が積極的に推進したアジア海賊対策地域協力協定などが効果を発揮したものと認識しております。沿岸諸国の海上法執行能力向上のための専門家の派遣や研修、情報収集、提供機能を果たすセンターの設立、訓練実施、巡視船の提供など、多くの海賊対策は大きな成果を上げ、国際的にも高く評価されていると思います。犯罪行為の根本を断つ施策、沿岸諸国が一致団結して行う施策を形成することが求められています。小銃を所持した警備員を日本船籍に乗船させるという手法を取るこの法案を他の海域での海賊行為への対処として運用なさるおつもりかどうかを太田大臣にお伺いいたします。
次に特定警備実施要項についてお伺いいたします。国土交通大臣は遅滞なく公表しなければならないと記されていますが、遅滞なくとはどの程度の時間軸なのでしょうか。また公表はどのように行われるのでしょうか。そもそもの要領の意義、必要性は何か太田大臣にお伺いいたします。犯罪の発生を予防する、事前に防ぐという観点から警備を行うわけですから、万が一犯罪が発生した場合、容疑者の身柄拘束という事態も想定されます。容疑者の逮捕、取り調べ、拘留、起訴、公判の手続きは一体どのような法的根拠に基づき、どこでどのように行っていくのか、容疑者の身柄拘束の場合の逮捕、送検、起訴、公判という手続きも国内法準拠になるのでしょうか。太田大臣にお伺いいたします。次に小銃、銃器使用についてお伺いいたします。法案に記されている小銃とは具体的に何を指すのか、特定警備、小銃を用いて実施される警備とは何かを太田大臣にお伺いいたします。単に小銃を所持した人間が乗船し警備するだけなのか、それとも海賊の襲撃を受けた場合、小銃を用いて応戦することまで想定しているのか、その際の小銃を用いる国内法の法的根拠は何でしょう。どのような原則、取扱基準について小銃の使用が可能なのでしょうか。どのような状況で発砲が許されるのでしょうか。この法案は現行のどの国内法に準拠し作成されているのでしょうか。太田大臣に お聞きいたします。国内法にのっとった小銃が使用できる法的な根拠などをご説明いただき、ソマリアは未だ政情が不安定です。政府を装った組織と海賊という犯罪者集団との見分けをどのように行うのでしょうか。警備員が海賊という犯罪者集団ではなく政府を装った組織に発砲してしまった場合、どのような状況となるのでしょうか。単なる領民に対して発砲、殺傷させてしまった場合はどうなのでしょうか。正確に海賊という犯罪者集団だと見分け、警備、取り締まりなどを行うことはできるのでしょうか。太田大臣、海賊と判断する根拠、その際の事件対処への指揮命令系統は整っているのでしょうか。また仮に海賊を死傷させた当該確認特定警備従事者は我が国の法律に基づき裁判を受けることになると理解してよろしいでしょうか。この点を太田大臣にご確認いたします。政府は海賊対処は警察活動であって武力行使ではないとの認識であります。ならば事件と対処要因としては法的に銃器所持や使用が認められ、日々銃器の訓練をし組織的な対応ができる警察官や海上保安官を同乗させればいいのではないでしょうか。なぜあえて小銃を所持した民間人を同乗させ警備に当たらせるのでしょうか。その明確な根拠を太田大臣にお伺いいたします。船舶といえども国内法が適用されるもと、いわば国内で民間人が武器を持つことが認められるということになります。政府は外国の警備会社、いわば外国人の警備員に銃器所持を認め同乗させると推察いたしますが、法規範や銃器使用の基準が根本から違う外国人警備員が我が国の法律を守ることができるのでしょうか。警告や威嚇、発砲など我が国が定めている銃器使用の手順を守ることができるのでしょうか。この法案審査に関して小銃の使用の際に誤りはない、政府は責任を持つと受け止めてよろしいでしょうか。この点を太田大臣にご確認いたします。小銃や実弾の管理はどうなっているのでしょうか。小銃と実弾の管理は別々と疑っております。いざ事案発生の際、そうした取り決めで迅速な対応は可能なのでしょうか。また実際に小銃を使用した際の検証作業はどうなるのでしょうか。報告などはどうなるのでしょうか。また誤って警備に用いられるはずの小銃などが国内に流入してしまうという恐れはないのでしょうか。不法な銃器の流入は絶対に許すことはできません。その防御策はどのように行うのでしょうか。以上の点を太田大臣にお伺いいたします。海賊行為の処罰、
及び海賊行為への対処に関する法律、いわゆる海賊対処法に基づく民間船舶護衛と分担、住み分けはどうなっているのでしょうか。日本船籍に小銃を所持した警備員が同乗できるようになれば、海賊対処法はもはや不要ではないのでしょうか。太田大臣にお伺いいたします。海賊という犯罪行為が横行しているには必ず原因があります。その犯罪行為の原因の根本を捉え除去していくことこそが海上の安全な運航を保障することになります。なぜソマリア海域に海賊が横行するのか。政治的な不安定から来る貧困、非合法な漁業活動、廃棄物、違法投棄などの諸問題があるからであると考えます。外交努力、開発援助などの平和的民主的な支援を行い、ソマリアの海賊行為の原因の根本を断つことこそ我々が果たすべき役割であります。しかし現実は海賊行為への対処、個別の船舶ごとに強化しなければならないのが現状であります。沿岸諸国はじめ各国と平和的に協力して公海上の安全な運航を保障する方法を協議し、我々が率先して定期行動することこそが最も効果的な海賊行為への対処だと考えます。小銃の携行や使用については極めて厳しく高いハードルを設定しなければならないと考えますが、結果的に日本の国益をはじめ日本の船舶や従事者の安全を守ることができないといった実効性の低いものにならないようにしなければならないということを強く訴えて、私からの質問とさせていただきます。国土交通大臣、太田昭宏君。海賊行為の定義、ソマリア海域の海賊行為の被害件数、被害人数、海賊行為の実態についてお尋ねがございました。本法律案におきまして、海賊行為は公海上で軍艦や政府公船以外の船舶に乗船した者が私的目的で航行中の他の船舶の運航支配等を行う行為とされています。海賊被害については過去10年間で1000件の海賊行為があり、3928人の人質が抑留されました。このうち日本籍船1隻を含む61隻の日本関係船舶が被害に遭ったところであります。海賊行為の実態については不明な点もありますが、一般的には小銃等で武装し小型船舶で接近し、はしごを使って移りに乗り、乗組員を人質にして身代金を要求する場合が多いと認識をしています。次に、なぜ法案提出が今国会になったかについてお尋ねがございました。2011年8月の日本船主協会からの要望を受けまして、関係省庁間において公的警備と民間武装警備員の活用の両面について慎重に検討を進めてまいりました。こうした中、2011年下期以降、主要海運国で民間武装警備員の乗船を認める国が増加し、その効果として海賊被害件数が減少しました。さらに2012年5月には国際海事機関がにおいて民間武装警備会社に関する暫定ガイダンスが合意されました。こうした状況を踏まえ、我が国としても民間警備員の活用によって対応することを決定し、今国会において法案を提出した次第でございます。次に、東南アジア海域など他の海域における本法律案に基づく措置の適用可能性についてお尋ねがございました。本法律案による特定警備の実施が認められる海賊多発海域は、当該海域での海賊行為の対応、発生状況、国際社会の対応ぶり等を踏まえて政令で定めることとしています。お尋ねの東南アジア海域においては、現時点においては
本法律案の海賊多発回帰とする予定はございません。次に、特定警備実施要領の意義及び必要性、並びに策定に要する時間及び公表方法についてお尋ねがありました。特定警備実施要領は、小銃の使用等に関する遵守事項を国が定めることにより、民間武装警備員による警備が適正に実施されることを確保するために策定するものであります。特定警備実施要領については、法律の公布の日から3ヶ月以内とされている法律の施行時期に合わせて官報において公表する予定であります。次に、海域の身柄を拘束した場合の司法手続きについてお尋ねがございました。国連海洋法条約第92条に基づき、船舶は公海において原則として帰国の排他的管轄権に服することとされています。したがって、海賊が公海上の日本船舶内において身柄を拘束された場合においては、基本的には我が国の刑事訴訟法に基づき、司法手続きが行われることになります。次に、小銃及び小銃の使用基準についてお尋ねがございました。小銃とは、両手で保持し、片付けして照準、発射できる携帯のライフル銃を指します。小銃の使用については、基本的には人命財産への被害等を考慮し、武器使用の比例原則に従って段階的に行われることを考えています。具体的には、接近してくる海賊船に対して、まず武器以外の手段を用いた警告を行った後に、小銃の検事、構え、上空または海面への発射を段階的に行います。それにもかかわらず、海賊行為を諦めず、接近するような場合は、事故または乗船者の生命または身体を防護するために、必要な時は相手船に対して射撃を行うことが可能です。この場合において、事故または乗船者に対する急迫不正の侵害があるときは、海賊に危害射撃も行うことが可能であります。次に、海賊の識別及び海賊以外のものを誤って殺傷した場合においてお尋ねがございました。海賊行為とは、船舶の取引等を目的として、公船を除く民間船が他の船舶に接近する等の行為を言います。したがって、明らかに公船である場合を除き、外形上、武器等を所持して接近するくるような場合は、政府組織や漁民を装った船舶についても、海賊として扱うことが可能であります。特定警備従事者が海賊でないものを誤って殺傷した場合には、その者の国籍に関わらず、基本的に我が国の法律に基づいて、使用手続きが行われることとなります。次に、民間武装警備員の活用の理由及び、外国の民間警備会社、民間警備員が本法律案に基づく武器使用の手順を守ることができるかについてお尋ねがございました。民間船舶に海上保安官が乗船して警備を行うことは、他の重要な業務が増大していることから、物理的に対応が困難な状況であります。一方、民間武装警備員の活用は、他の主要海運国でも、このところ広く採用しているところであり、極めて有効な措置であります。このため、我が国としましても、これを活用することとしたものであります。また、本法律案に基づき、特定警備事業者の教育訓練体制、特定警備従事者の法令知識、技能を確認することとしております。これにより、特定警備事業者及び特定警備従事者は、本法律案に基づき、武器使用の手順を守ることができるものと考えております。次に、小銃等の管理方法や、流入防止策についてお尋ねがございました。本法律案においては、暴発事故等を防ぐため、実弾を抜いて小銃を保管することを求める予定であります。しかしながら、同一の場所に保管しているため、必要時には、直ちに実弾を装填し、迅速に対応することが可能です。また、小銃の使用状況等につきましては、記録簿への記載と、国への報告を求める予定であります。さらに、特定日本船舶が海賊多発海域を出る際には、船長の確認のもと、小銃等を取り下ろさせ、我が国の港に入港する際には、
船内に小銃等が残っていないことを海上保安庁が確認することといたしております。これらの措置により小銃等が国内に流入する恐れはないものと考えております。最後になりますが、本法律案の成立後における海賊対処法に基づく護衛艦による護衛の必要性についてお尋ねがございました。現在行われている海賊対処法による護衛は海賊の最も多発するアデン湾を対象としております。一方、本法律案による民間武装警備員の乗船はハイリスクエリア及びスリランカ沖を対象とする予定です。ソマリア海域に対しては各国艦艇による海賊対処と民間武装警備員の乗船が相まって着実に効果を発揮しているところでございます。特に我が国の自衛隊による護衛については海賊被害を完全に抑止しておりまして、我が国海運業界からは引き続き護衛の継続が要望されております。したがって本法律案による民間武装警備員の乗船が可能になった後におきましても、海賊対処法による船舶の護衛は必要であると考えているところでございます。以上です。外務大臣岸田文雄君。井上議員の方から、ソマリア国内の治安情勢、そして海賊撲滅に向けた我が国のソマリア政府に対する働きかけ、支援等についてお尋ねがございました。ソマリアにおいては、アフリカ連合ソマリアミッション、アミソムの派遣をはじめとする国際社会の支援によって治安の回復が図られております。また現在国際社会の支援を得てソマリアでは治安部門の強化が進められております。また昨年ソマリアにおいて21年ぶりに統一政府が樹立し、この新政府を支えるべく国際社会も支援を強化しております。しかしながら主に中南部地域においてイスラム過激派勢力アルシャバーブの抵抗が続いているなど、国内治安が極めて不安定な状況にあり、政府当局自身が海賊行為の摘発、防止、撲滅を十分にできない状況にあります。ソマリア海賊対策に関しては、国連安保理決議に基づき、2009年1月に設置された国際的な協力の枠組みであり、ソマリアも暫定政府当時から参加しているソマリア沖海賊コンタクトグループがありますが、我が国も積極的に参加し、支援や協力について検討を行っております。また我が国はソマリア及び周辺国の海上保安能力の強化を支援するために、国際海事機関に設置された信託基金に1460万ドルを拠出するとともに、海賊訴追強化のために国連に設置された信託基金に350万ドル拠出し、ソマリア海賊問題解決に向けた支援を行っております。さらに2007年以降、我が国はソマリアの治安向上、人道支援、インフラ整備、こうした分野で総額2億9390万ドルの支援を実施しています。今後ともソマリア情勢の安定化を図り、ソマリア政府による海賊取締り能力を強化するための努力を続けていく考えであります。以上です。これをもって本日の質疑は終了いたしました。これにて散会をいたします。